ちは、海外 CG アニメーターの若杉です。今日は CG の仕事や CG の勉強をしている学生に向けて、なんとなく絵を描けた方がいいだったりとか、絵の勉強をした方がいいっていう話は聞いたことがあるけど、なかなか絵が描けていないという人に向けて、個人的におすすめな絵の勉強法、ジェスチャードローイングについて解説していこうと思います。実際 CG をこう勉強し始めて、絵を描ける人だったり、絵も一緒に勉強してるって人どれくらいいますかね。絵の勉強はしているけど、はっきりとこれをどうやって CG に生かせばいいのかちゃんと理解していないっていう人は結構多いかなと思います。まあ、個人的に結論というか自分なりの意見を言ってしまうと、 CG アニメーターに関して言うと、絵は必ずしも描けなくても大丈夫だと思ってます。ただ絵が描けるとそれは 100% プラスにはなると思ってます。なので必要ではないけど、描けたら絶対にプラスになるもの、それが絵のスキルだと思います。ちなみに僕自身の話を言うと、プロのアニメーターになってから、というか学生時代からそうなんですけど、絵を描く習慣っていうのはなかったです、ほぼ。それで仕事をしだして1年2年ぐらい経ってから、毎日絵を描こうっていう、まあ、ちょっといろんなきっかけがあったんですけど、まあ、そういうきっかけがあって毎日こう絵を描くようになって、まあ、もちろん絵のスキルに関してはまだ全然なんですけど、このジェスチャードローイングっていうのをやりだしてから、表情だったりとかデザインを作る上での何をいいとするかっていう基準が結構はっきりと変わりました。ものづくりする上で結構大事なことなんですけど、ものを作れるスキルもそうなんですけど、まあ、それ以前に何をいいとするかっていう、この目が大事になってきますよね。いいものを見れる目、まあ、いいものを見ればまだしないんですけど、でも少なくとも昔の自分に比べると、やっぱそこのセンスというか、ものを見る目っていうのは結構高まったかなっていう印象はあります。先にネタバレしてしまうと、このジェスチャードローイングの本質っていうのは、絵を描くスキルもそうなんですけど、それ以上に観察力を鍛えるというのが一番の目的になるので、イラストを勉強したいという人は、まあプラスになるかもしれないですけど、まあそこ一応覚えててもらえると嬉しいです。では早速ジェスチャードローイングの内容、やり方、目的について解説していこうと思います。そもそもジェスチャードローイングっていうのは、まあ、大体30秒とか1分2分ぐらいの短い時間を使って絵を描くっていうのがジェスチャードローイングです。まあいろんな定義があるんですけど、いわゆるフィギュアドローイングとかだと、一つのモデルに対して何時間かけてディテールもしっかりこう描いていくっていう絵の描き方もありますよね。ジェスチャードローイングはそれに対して本当に短い時間でサクッと描くっていうのがジェスチャードローイングのやり方です。いいところとしては短い時間でできるので、まあ、習慣的に毎日やるっていうことが結構ハードルが低いと思うんですよね。で毎日無理なく続けられるので、それによって観察力が鍛えられると思います。早速ジェスチャードローイングのやり方について解説していくんですけど、ここで大事な考え方っていうのが3つあります。この3つを押さえておけばジェスチャードローイングはできます。1つ目はポーズを見て何を感じるのかっていうことです。例えばこういうポーズを見たら、あ、リラックスしてる、伸びてる、考えてる、力強い、勇敢、不安定、不安そう、何でもいいと思います。ポーズを見た時のこの印象、まあ、これはあの自分はまた別のブログだったりとか動画でも解説しようと思うんですけど、いわゆるサブテキストってやつですよね。絵から伝わってくる印象、ポーズから伝わってくる印象っていうのをはっきりと言葉にします。これは形容詞、名詞、動詞、擬音、何でもいいと思います。例えばこの場合だと、このリラックスしてるっていうのをちょっと一つ選んでみます。ちなみに言うと、ちょっとここのサブテキストは他の人と違った印象を持ったとしても大丈夫です。例えばこのポーズでリラックスしたっていう印象じゃなく、休暇とかバケーションとか、まあ、そういう印象を持ったとしたら、それはそれでもいいと思います。ただ個人的には今回はリラックス。2つ目も意外と自分が普段持った印象を口にするっていうのは結構難しいんですけど、2つ目の方がちょっと難しいです。2つ目何かっていうと、どういう要素があるからそう感じたのかっていうのを見つけます。まあ、要素を見つけるというのが2つ目のポイントです。例えばこの場合だとすると、どうしてこのポーズを見てリラックスしたって思ったんですかね。どうして思っちゃったんですかね。ちなみにここで結構役に立つのが、抽象的な形とかそういうのが結構役に立ちます。例えば逆三角形は不安定とか、台形は安定とか、長い線は大げさとか勇ましいとか、ジグザグした線は不安とか、まあ、そういう抽象的な絵の印象っていうのを使って、この要素があるからこのポーズを見てこう感じたんだっていう要素を分析していきます。この場合だとどうしてリラックスって思ったんですかね。まあ、個人的にはおそらく頭から足にかけてのこう長い線、この長い線がこう体を伸ばしてこうリラックスって感じがしたかなっていう印象です。もう一つはこう座り方もやっぱり大事だと思うんですよね。
結構浅く座ってる感じがしたんですよ。つまりお尻が当たってる部分が椅子の結構先端の方っていうところで、こう椅子との接地面が普通の座り方とは違うっていうのが、まあ個人的にこのポーズを見てリラックスしてるなって感じた要素かなっていう感じです。3つ目は今の要素をあとはもうスケッチブックに書き出すだけ。 1,2 が多分一番難しかったと思うんですけど、あと3つ目はただ今思ったことを書き出す。この場合だとリラックスしたって思ったので、じゃあその要素は何か、それは頭から足にかけての長い線っていうのと背中と椅子との接地面っていうところで椅子に浅く座っている、この2つを絶対必要な要素としてスケッチブックに書きます。こんな感じです。個人的にはジェスチャードローイングに関してはもうこの段階で完成だと言っていいと思います。こんなんでいいのって思いがちですけど、まあ、ジェスチャードローイングを勉強するとかジェスチャードローイングをするっていう観点においては個人的にはこのポーズだけで十分だと思ってます。そもそも30秒とか1分しかないわけですよ、ポーズを書き出すときに。まあ、短いやつだと15秒とかもあります。そうするともうディテールとか筋肉とか言ってる場合じゃないわけですよ。そうするとパッて見た時のこの印象で、あ、体が伸びてるからリラックスみたいな感じで要素をパッて見て抜き出すっていうこのスピード感と観察力、これをスケッチブックに書き出すと。3つ目はただその思った要素を書き出すだけなので、そんなに難しくはないかなっていう感じです。これが個人的にジェスチャードローイングのやり方だと思ってます。ただこっから先もう少し絵の勉強したいとか、まあ、いわゆる筋肉とか骨格とかそうアナトミーの部分を勉強したりとか絵としてのクオリティを上げたいっていう人がいたら、もちろん残りの時間で筋肉を足したりとかもう少しディテールを入れていったりとかしてもいいと思います。実際どうですか皆さん、これで完成って思うとそんなにハードル高くないと思うんですよ。でもちろんこうやり慣れていけば時間も早く書けるようになってくるので、先ほどお話しした通りもう少しディテール入れてもいいと思いますし、ただ一番のポイントは何かっていうと、このジェスチャードローイングってことに関しては観察力を鍛えるというのが一番のポイントです。つまり一番最初にポーズを見て何を感じたのか、でそれに対してどうしてそう感じたのかっていう要素を抜き出す、この1番と2番の部分が観察力を鍛えるって部分の一番大事な部分だと思ってます。そしてあとは毎日やるだけです。これが一番大変かもしれないですけど、やっぱりやればやるだけ物を見る目っていうのはつくと思うんですよね。絵を描くってことに関してはテクニックだったりとかもちろん知識を得て勉強することも大事なんですけど、観察力ってことに関しては物を見て描くっていう、まあ、いわゆる野球とかで言うと素振りみたいな感じで毎日毎日やることで観察力が鍛えることができると思うので、まあ、皆さんぜひ、まあ、ちょうど年末なので来年からこう絵の勉強始めようみたいな感じで、まあ、今回の動画参考にしてもらえたら嬉しいです。個人的にもアニメーションエイドの、まあ、メインのクラス外で誰でも参加できる企画で1週間に1回ジェスチャードローイングやろうっていう回をやってるので参加無料です。誰でも参加できます。皆さんぜひ自分のツイッターフォローしてこれをきっかけにジェスチャードローイングに興味持ってこういう場所とかに参加してくれたら嬉しいです。では皆さん今回の動画はこんな感じです。今回の動画もし皆さん面白ければいいね評価とチャンネル登録よろしくお願いします。おそらくこれが年内最後の動画なので皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。